どうも、奈良コミのおんちゃんです。現在大桑マスガ店の近くを走行中。今日はタカさんの誕生日ということでケーキを取りに向かっています。電話ですでに事前予約済みということで、早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは、橿原市北見代保持町にあるパティスリーどんぐりさん。ショーケースには美味しそうなケーキがずらりと並んでいて、土日限定のメニューなんかも発見。フルーツがたっぷり乗ってて、見た目も可愛くって全部食べちゃいたい。種類も豊富でどれを買おうか迷っちゃう。ポップにケーキの中身のイラストも細かく書いてくれてるのも嬉しいポイント。他にも焼きドーナツ、焼き菓子も種類豊富にございます。素敵な入れ物もたくさん用意してくれてあるので、贈り物にもぴったりです。一つずつ選ぶこともできるし、ギフト用に用意してくれてあるものもあったので、シーンに合わせて選べるのがいいですね。ちなみに電子決済も対応しています。買い物袋は持っていくことをお勧めします。今年のバースデーケーキはこちら。2番も入ってきた。すげえ、5歳になりました。大きいの3本とちっちゃいの2本円。あ、そういうことか。そうそうそう。なるほどな。そう、ろうそく何本されますか言われて、で、32歳なんですけどどうするんですかねって聞いたら、なんか大きいの3本とちっちゃいの2本で、ちっちゃいの32本でもよかったで。穴だらけになる。それはやぶ、穴だらけになるからな。じゃあ、はい、どうぞ。巣がめっちゃ飛んできたの。おめでとう。じゃあこれちょっと食べていきますね。とにかくイチゴの量すごいな。なあ、めっちゃもりもりよ。切るの大変やった。崩れちゃうから。イチゴまずいただくわ。おお、いちごも甘いな。うん、甘いし程よい酸味があるって感じで美味しいね。ケーキ、いや、ほんまにこれいちごケーキ大好きなんてたまらんやろな。なあ、うん、やっぱうまいな、ケーキって、うん、ショートケーキやな、完全にな、いちごのな。なあ、これはシンプルでまた嬉しいな。甘さもちょうどええわ。美味しいですか？じゃあ分かった、このチョコレート君たちにあげよう。半分こにして、奈良コミの高のチョコレート、ちょっともう溶けてきてるから。はい、これバシコーンと。生クリームがめっちゃうまいな、ここな。おいしい、絶妙な甘さ加減。くどくないからきつくならんな。そう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 、ペロッと食べれちゃうわ。うん、中にもね、チョコ入ってるしな。入ってんな。二段のスポンジがいいよね。ま、そうやな。まだね、あの焼き菓子も買ってくれてるっていうところなんで、それもちょっと食べていきたいなと思いますね。今回ね、これも買ってきたんよ。これでしょ。そう、いや、ありがたいね。これなんなんやろ、ちょっと開けていい？いいよ。まずこちらが猫の手かな。そう、猫の手の焼きドーナツ。あ、焼きドーナツなんやこれ。そう、可愛らしい。可愛くて、で、これが青梅のケーキやって。そう、なんか梅のパウンドケーキってなんか珍しいなって思う。すごいな。あ、こちらアスカルビのガレット。そう、お土産グランプリのね、実は食べたことないんよ私。あ、そうなんや。そう、だからちょっと買ってみたんよ今回。ちなみにこれ僕食べたことある。ね、知らんかった。めっちゃうまい。じゃあ早速こちら食べていきましょうか。はい、ではこちらアスカルビのガレットの方からいただきたいと思います。うん、あ、うまいな。この上のこの生地が結構ね、香ばしさが感じる生地 でなんかね、見た目結構パサパサしてるように見えるんやけども、意外に口の中でたらしっとりと楽しめてすごく美味しいですね。
あとこの中のこのアスカルビのジャムみたいなのが入ってて、これがね、まあそんな強くガツンとくる感じじゃないんやけども、ほのかにね、いちごのね、その酸味みたいなのも効いて美味しいですね。これぜひお土産で一つみたいな感じで渡せると思うし、おんちゃん食べてみや。うまいな。めちゃくちゃしっとりしてて美味しいね。何個でも食べたいわ。なんか自分が食べたいから買ってきた説あるな、これ。そんなことないよ。だって僕そんなことないよ。2個ぐらい買ってきてくるよ。じゃあもたらん、これもうちょっと食べるともうまあもっと食べたいになっちゃうやつや、ね、ま、次これちょっと珍しいの買ってきたね。これ青梅のパウンドケーキっていうところで、うん、これすごいわ。しっかりと梅やねんな。しっかりと青梅、なんかね、青梅やからちょっとね、こうお酒が入ってるような感じの味なんですけど、でもおそらくこれアルコール一切入ってないと思います。そういったなんかアルコールの嫌な部分っていうのはないんですよね。酸っぱってなるような梅じゃなくて、本当にその青梅、もうなんて言ったらいいかわからへんけど、ほんまにその風味、香りがね、すごくこう食べた瞬間に口の中でブワーッとこう広がる。お、うまいな。広がるやろ、口の中で。広がる、なんか大人の味するわ。うん、最後か。これあの猫の手かな。可愛いよな。なんかもうこれさ、袋から開けた瞬間からすげえこの生地の香ばしい香りがね、わーっといい香りがね広がってたね。うん、うん、これはふわっと美味しいね。で味自体結構シンプルな味わいやけど、すごくねこうふわっとしてる感じがあって、砂糖とかもねいっぱいかかってる感じあるんやけど、ストレートに砂糖の甘さみたいなのはこうへんのよね。めっちゃ美味しいで、これも。まあ、すごいな、自然な甘さでね、美味しいね、うん、うまいよな。うん、なんかドーナツってやっぱ油で揚げててさ、カロリーとかも高めな気するけど、うん、これは焼きドーナツやからね、ヘルシーでいいですよね。そうやんな。結構一個もね、サイズ感も大きいから、うん、食べ応えあるよな、すごくな。食べ応えありますね、うん、え、今回ね、なんでこれ買ってきたかっていうと、うん、なんかね、焼き菓子いろいろこうバラ売りで売ってくれてるんですけど、なんかそれだけじゃなくて、そのギフト用のね箱が結構いろんな種類が置いてあって、特にねこれからなんか入園とか入学とかのシーズンで、ランドセルの入れ物とかね、そういうのにぴったりかなと思うんでね、うん、そういう贈り物をね探してる方にとってはね、めちゃくちゃおすすめかなと思います。あと本来こちらね、シュークリームがめちゃくちゃ美味しいんですよね。ただ今はね、その卵が高騰してるっていうところでね、一度ね販売をね中止されてるんでね、また販売開始されましたら、これシュークリームもね食べてほしいなと思います。駐車場に関してなんですけども、こちらお店の横側にございますので、そちらの方に停めていただければなと思います。今回ねどんぐりさんのケーキでね、この32歳を迎えることができたんですけども、めちゃくちゃ美味しかったし大満足です。今年も絶対いいこと起きるなって思います。こちらマジでおすすめのお店なんでね、ぜひね買いに行ってもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方をポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。タカさんの32歳の抱負は、考えてから行動する。次回の中でお会いしましょう。バイ。どういうところ。今までは怖いもの知らずで、やってやってやって、チャレンジチャレンジチャレンジのこのチャレンジ精神やったよね。いや、それもすごく大切やけども、うん、やっぱり最近キャパオーバーになることが多くて、あれもこれもそれもやるとかなったら、やっぱりその優先順位とか決めながらとか、その自分がこう 100% のね、このパフォーマンスをこう発揮するためにも、考えて、物事を考えて行動しないといけないなっていうのは思ってるんで、これはね、心がけてね、やっていきたらいいと思ってます。次回の動画でお会いしましょう。バイ。